とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、珍しく、イカ装備以外で行きます。先週入手したミステリーアーマーです。HP6% の吸収を持ってて、で、エンチャントが、雷と炎のフォーカス、そしてクールダウンです。で、もう一つの、エンチャントが、霊体になるってやつだよね。これがね、無敵になるやつだったら、本当に最高だった。最強だったんだけど、まあ、霊体になる。あんまりかな。いまいちかな。でもこれでね、6% 吸収、かなり役に立つので、使っていきましょう。ここ行きます。このデイリーミッション、なんと、帯電です。重力を持ってて、さらに帯電っていう、かなりダメージを受けそうな場所なんだけども、6% 吸収でいけるのかどうか、やってみます。行きましょう。では早速行ってみましょうか。まずは矢が必要。ということで、この、もうあそこの奥にね、一応宝箱があることがあるのよ。なんで、そこに向けて行きましょうか。あったあったあった。出てこい。出てこなかった。サプライズギフトで出しましたね。これで安心かな。こんぐらいあれば全然いけると思います。行こう。ここがね、あんまりね、好きな場所じゃないんだよな。ここだったら山頂の方がまだマシなぐらいなんだよね。ここ結構嫌いなんだな。帯電を持ってるか、しかも、地獄のようなクエストになりそうな気がする。でも、回復するね。やりたい。すげえ回復。すごい。すごいよ。どっこ半分減ったとしても、もう一瞬でもう全開だから。これは帯電でダメージを受けたとしても、まあまあそこそこ耐えれるよね。でもやっぱ問題なのは、ワンパンじゃないっていうこと。そこはちょっとね、気をつけていかないといけないね。となるとな、あれだね。本当今現状の最強装備は、ミステリーアーマーの6パー吸収に、無敵がついてるやつになるか。なかなかそれは厳しいぞ。洞窟は何もなしだったね。でも、帯電のダメージって若干減った？なんか昔はさ、もうどうしようもない感じだったと思うんだけど、今ね、2発受けても、まだ全然耐えれてるんだよね。この装備のおかげとかじゃないと思う。まあ、この装備のおかげなのかな？帯電食らっても全然ね、びくともしない。余裕余裕。ということは、これ、無敵がついてなくても、そこそこやっぱ使えるよね。この回復量っていうのはやっぱり異常だから、すごくいい。ならば、ウィザーの方がいいのか。今これが、軽減ついてないから、バブルダメージも出にくいんだよね。となると、そうか、ウィザーで、雷と炎のフォーカスがついて、クールダウン。それが今現状では、いいのかな。やっぱ無敵がついたらね、ワンパンでバーっと倒していけるんだけども、どうしてもね、死ぬこともある。やっぱりね、ワンパンで倒せないやつだっているし、そういうやつが来た時が、ちょっと厳しくなる時があるんで、ウィザーの方がいいか。あれ、いない。キャプテンいないな。ちゃんと6体いてくれるかい？お、キャプテンがどっかにいる。あ、いた。あー、ラグった。あねえ。はいはいはい。エボーカーもいるのね。旗、あー、あったあったあった。あ、びっくりした。旗がないかと思った。で、これ上か。今ので、モブ HP が、180%？
これね、ワンパンで倒せないから、ちょっとそれ、嫌だな。嫌なエンチャだね。耐えれるっていうことは、こっちが、帯電を食らいやすくなるんでしょ？ちょっとまずいよ。いや、でもまあまあ、この回復量だったら、まあ大丈夫か。うん、敵の攻撃力が増えなければ、多分、いける。余裕で。行ってみましょう。え、キャプテンどこだ？こっちか。あ、いたいたいた。よし。キャプテンのダメージが何のその。いや、でも倒せねえな。おお、すごい、すごいいる、すごいいる。よし、オッケー。あー、冬攻撃。まずい。冬攻撃やめてくれ。で、今ので、クリーパーに置き換わるか。大丈夫だね。クリーパー置き換わりは、全然大丈夫です。で、あ、うわひどい。こいつはひどい。ナイトモード。ナイトモード、HP180 増加、クリーパー。あー、ひどいね。よし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 。おー、でも回復量すごいぞ。ボッコくなっても、回復、あ、で、あれか。霊体になるから、抜けれるんだ。だからダメージは若干、近接からは受けにくくはなるんだね。そうかそうか、そういうこともあるのか。全然減らない。全然余裕で HP 維持できてる。おっしゃ、やばいやばい。変更だ。変更来るとちょっと、いやー、もう変更まずいって。ちょっと待って待って待って、これちょっときつい。変更対連これやばいって。マジか。もうあそこで3回死んだ。やめてくれ。変更帯電、やばすぎる。これ死ぬわ。よし。それ以外だったらもう全然いいのよ。もうクリアでしょ？ね。もう、キャプテンは全部倒してるから、あとまっすぐクリアしよう。ああ、うわあ、マジかー。よし、ここで終わりだ。ちょっと待って。ちょっと最後きつい。もうクリアしたい。もうクリアさせてください。お願いします。よし、よっしゃ。よし、モブの HP がね、上がってないからまだマシなんだよね、これ。よし、終わった。あ、まだか。よし、しゃー。で、ここを組み立てて、おしまいだね。はーい。うわー、きつかったわ。やっぱ帯電きついわ。帯電きつい。よし。あ、なんか挟まっちゃったよ。挟まっちゃった。クリアでーす。それでは報酬見てみましょう。キャプテンがね、5体だったんだよね。1体いなくって。何が来る？ワールウィンドか。どうなの？まあダメージは100万超えるね。回復がない。ああ、まあ、うん、リフレッシュはついてるね。そうか。ああ、でもあんまりよろしくはない気がするぞ。多分使わない。成長するスタッフもいらないかな。はい。まあ、ということで、今日は帯電のクエストに、6% 吸収でやってみました。まあ、耐えれるね。耐えれる。でも、軽減があった方がいい。ということは、ウィザーのアーマーがいいんだな。ウィザーの 6% 吸収と 35% 軽減。あれが多分、かなり強いと思う。俺ちょっと持ってないんだよな。それもね、ちょっと探しながらやっていきます。ということで、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、
チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。